ボートレース大村チャレンジカップシリーズの4日目、レースコースは本日のレディースラストカード予選競争第11レースです。1号艇は福岡武井奈美、2号艇愛知大滝飛鳥、3号艇岡山樋口ゆかり、4号艇香川平高奈々、5号艇福岡魚谷香里、6号艇静岡長島真希、以上の6名の対戦です。枠なりでの作戦行動になりました。今見通し線を越えてきました。高枠1号艇の武井奈美、絶好枠1号艇インに向いて今シリーズの初勝利を目指します。2コースは2号艇の大滝飛鳥、ここまで2着3着1着3戦士オール3連単キープ、好調な流れは2号艇の大滝、3コース3号艇の樋口ゆかり、ダッシュには4番5番6番と下がって角は4コース4号艇の平高奈々、アウトコース5コースに5号艇の魚谷香里、そしてシリーズ非常に力強い動きとなっています6号艇の長島真希、大外進入です。レディースの予選競争第11レース、枠なり進入3対3の体型です。3秒前1秒前スタートしていきました。5コース5号艇の大谷が若干覗いていきました。スリットアウトは横一線になりました。1番がまずは運んでいった武井、外を3号艇樋口攻めようとしましたがしっかり止めて逃げました。1号艇武井です。まくった3号艇の樋口の内には2号艇の大滝が迫ります。間を割ろうというところに5号艇の大谷、あとには4番6番続いて1周目にマークを迎えていきます。スタートは前提正常、1号艇の武井トップで運ぶ、2番3番競りますが2号艇内の方やや詰まり加減、外を握っては3号艇ではありましたが内こらえた2号艇の大滝、2位争い先行。3番手一定審査は3号艇の樋口、先頭から目下1番2番3番3号艇樋口、外から内にボートをかわしていきましたが2周目1マーク、さあ2番大滝の懐入っていった3番ですが引き波に揉まれました。体型は1番2番3番の体型、後方は4番5番6番の順です。先頭1号艇の武井、リードは5停身近くでトップ独走態勢、2番手も単独は2号艇の大滝、その後3、4停身相手3号艇の樋口で2周目第2ターンマーク、上位は1番2番3番樋口、またコーナー若干バウンドではありましたが後ろの手も失速、体型の入れ替わりはなく1、2、3の順、レースは最終周回に移っています。インコースから堂々の押し切り、外の攻めも止めながらという逃げでした。1号艇の武井奈美、追走には2号艇の大滝飛鳥、3番手3号艇の樋口ゆかり、また若干詰まり加減といったところ、後ろは4号艇平田が続いていますが3艇審査です。後方は5号艇の大谷、6号艇の長島で最終ターンマークを迎えていきます。レディース予選競争第11レース、ラストコーナー1番2番3番と運ぶところ、最終コーナー1、2、3折り返しました。3連単のオッズ 12.5 倍を示しています。先頭1番武井ゴールイン、2着は2番大滝、3着3番樋口、そして4番平高ゴールイン、5番魚谷、6番長島がゴールしました。第11レースの確定をお知らせいたします。1着1番、2着2番、3着3番、以上です。